女子の方は13カ国から18人の選手が参加をしているわけでありますけれども、ドブレ選手早くも4種目目 ABC の3班に分かれておりまして、この A 班は早くも最後の種目ということになります。アウレリア・ドブレ選手の床運動であります。1メートル51センチ、42キロ、16歳です。抱え込みの2回宙返り、平均台で着地で失敗しておりまして 9.40、 ちょっと個人総合優勝争いということになりますと遅れを取っております。やっぱり膝の痛みというのはまだ感知してないんでしょうかね。そのようですね、やはり演技を見ましても少しかばってるような感じがいたしますね。はい、左膝のサポーターがまだ痛々しい感じがいたします。ひねりもまだ彼女本来のキレっていうものあまり感じませんものね。はい、高さと、スピード感がちょっと欠けてますね。はい、来年のヨーロッパ選手権、そして世界選手権にはなんとかカムバックしたいということを言っておりました。何しろソウルのオリンピックはわずかに2ヶ月の練習しかなかったんだそうであります。最後はやはり2回ひねりで終わってる、というところが ねやはりね、膝をかばってる証拠ですね。はい、ドブレ選手が跳馬は 9.65、 それから段違い 9.85 で一度は盛り返しましたが、平均台で落下いたしまして 9.40、 ちょっとシリバシュ、あるいはソビエトのボギンスカヤ、ソビエトのクチ、あるいはイワノワ、こういった選手に遅れを取っております。まもなくドブレ選手の得点が出るんじゃないかと。